ナンシリング文は中国出身、スペイン国籍の卓球選手。左利き、ペンホルダー。世界ランキングは最高24位。スペイン人には本名の正確な発音が難しいため、フアニートという愛称で知られる。中国の石膏省出身。1985年の世界卓球選手権では中国代表として男子ダブルスに出場し、 ファンチャンマウと組んで銅メダルを獲得した。準決勝では結果的に優勝することとなるスウェーデンのミカエル・アペルグレンとウルフ・カールシン組に敗れている。1989年にスペインのグラナダに移住し、1996年にスペイン国籍を取得した。フーラ・モレスティーティクラブに所属している。1997年の世界選手権では、 準々決勝まで勝ち進み、中国のエンモリに敗れたがベスト8となった。2005年の世界選手権シングルスでは4回戦まで勝ち進み、スウェーデンのペーテル・カールソンに敗れたがベスト16となった。45歳だった2006年には世界ランキング41位だった。オリンピックの卓球競技には2004年2008年2012年と3度出場している。 2008年の北京オリンピックでは2回戦で北朝鮮のジャンソンマンに敗れた。51歳だった2012年にロンドンオリンピックに出場したが3回戦でルーマニアのアドリアン・クリさんに敗れた。2013年のヨーロッパ卓球選手権では男子ダブルスに出場しカルロス・マチャードと組んで銅メダルを獲得した。2015年のスペインオープンでは男子ダブルスに出場し カルロス・マチャードと組んで優勝を果たした。この時ナンシリング分は54歳であり、ITTF ワールドツアーにおける最高齢優勝記録を更新した。ありがとうございます。